ということで、一応こちらから音源を用意しているので、はいはいはい、それに合わせた、はい、歌詞作りを、はいはいはい、モビー交えてしていただきたいです。なんでこちらが温泉を用意した温泉だったらいいよ。音源です。音源、ミュージック。あ、そうなんだ。We got the music ready for them. そうなんだよ。そうなんだよ。そうなんですよ。用意していただいた音源を、ちょっとみんなで一回聞いてみて、そうですね。はい、まずそこから始めていこうかなと思いますので。OK、うん。はい。そうしましょう、はい。ではちょっと音源かけていただきましょう。はい。はい、じゃあ、いきますよ。音源、オン！音源、音源。俺のタイミングで行き。それじゃねえ。違うよ。全然違う。たくんだな。聞こえねえわ。俺の即興の感想を言ってもいいんですか？どうぞ。本当にこれはしんみりしてるよな。みんなクラブ系にしたいから。ああ、クラブ系、なるほど。クラブ系にしたい。これじゃあちょっとふるさとっぽくね。ちょっと寂しいやんでるふるさといいよ。ふるさといいよ。ほら、ふるさといいじゃん。ね、みんな田舎出身。いろんな地方から来てますから。ふるさといいですけどね。なんかだったらふるさといいね。ねえ、なんかちょっと恋しくなるでしょ。いや、この歌それぐらいだよな、うん、そんなガンガンの感じじゃない音源で。いや、全然ラブソングにもなるし、ふるさとのテーマにして。そう、いいね。ふるさと、ふるさとね、みんなね、しかも今の季節も合わせて、ああ、冬のふるさと。ああ、いいね。冬のふるさと、ちょっと書いていきましょうかね。一個ずつ書きましょう、はい、さあ、これからガンガン作詞していくぞ。じゃあ、まあ一個大きくテーマとして、ちょっとじゃあ、ふるさとをテーマにちょっと書いていく感じで。テーマ、ふるさと、はい、いいね。おー、うん、いいね、ぽいぽい。みんなも歌詞作りするときはこんな感じって書いてあるんですか？そうですね、なんかこう何について書こうかっていうのを決めて、うん、そこにこう、まあ、合うような言葉だったりとか、それに対して思うことを、まあ、メロディーに乗せていくっていう感じですかね。なるほど。まあ、僕はやったことないですね。やったことないですね。やらなさそうだわ。バカちゃんだよ。やったことないです。せーの、どうぞ。じゃあ、ふるさとといえば、サバンナ。サバンナ、サバンナ、サバンナ、あ、サバンナ。自分のふるさと。一個十個人じゃねえの？みんなサバンナじゃねえだよ。サバンナじゃねえの？サバンナっぽいですけどね。サバンナ、サバンナ。サバンナ、サバンナ。サバンナといえば。サバンナといえば。サバンナといえばはもう多分一生怖いかもしれない。ムファサか、ムファサか。ムファサか。ライオンキングだ。ムファサね。ムファサ、ムファサ。ムファサ。ライオンキング。まあ、とりあえず出たものじゃ、とりあえず書いてきますね。だったら、そんなんだったら、ハクナマタータとかじゃないの？そうですね。だったら、ジャンボにする。ジャンボ。ジャンボ、挨拶だよね。そう。ジャンボ。ジャンボ。みんな出してよ、出し合うでしょ。なんでみんな出さねえのよ。いや、ボベさん、すごい勢いで出てくるもんね。僕ら言っていいのか分からない。いやいや、出し合うんですよ、これ。ちょっとなんかそのこの時点でもう結構はちゃめちゃですけど、大丈夫ですか？ていうか、みんな思い入りが全然ないと思うんだけど。じゃあ、これなし。これなし、ライオンキング。これなし。ライオンキングはなし。これライオンキングは。ライオンキングなしにして、サバンナ。なんでサバンナ消すんだよ。サバンナはどこにいるんだよ。サバンナは誰だ。サバンナは誰だ。なんか盛り上がってきました。この人、
ハイエナ飼ってたんだよ。そうだよ、ハイエナ。ハイエナいいじゃないですか。本当にみんな、俺アフリカ連れてって一回戦ってもらいたいぐらい。戦う。そうそう、あるのあるの、いっぱいあるの。すごい。やりたいやりたいやりたい。本当に今度来年行くときにファックスするね。ちなみにボビーさん、日本に、はい、いらっしゃってからいろんな日本語を覚えたと思うんですけど、その中で自分の好きな言葉とか印象的な言葉とかってあったりしますか？給料からお前今日から歩合にするね。歩合歩合今日から歩合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 給料から不愛に。今日お前は今日から不愛に。今日から不愛です。これどっちの方が良かったんですか？不愛の方がいいのか、固定給の方がいいのか、どっちが良かった？変わんねえんですよ。でも不愛の方が良かったけど、でも不愛の率が1000円入ったら300円って言うから、結構変わらなかった。なるほど。73なんですね、自分。結構相場やな。相場やん。じゃあ、そうですね、一応7対3って書いてある。7対3だよ。それはいい時だよ。いい時だよ。91の時もある。ちなみに僕気になったんですけど、はい、ボビーは歌下手だからって話あったじゃないですか、はい、僕らボビーさんの歌聞いたことないんですよ。なるほど。ちょっとこれ聞いてもらったりしないかな。俺歌えたと思ってねえから。そうですよね、うん、なんで僕もちょっとやっぱ三世は俺の良さ分かってねえだって。ごめんごめん、カラオケ行くたびになんか島田の部分とかそういうのばっかり歌うありまして、ありまして。島田の部分とか歌ってあげればいいんですか？確かに一番好きな曲ちょっと、うん、島田の軽くこう知らねえだ、時代が違うから。あ、違うね。でもこれから歌っていくならこの歌を覚えた方がいい。お、教えてくれるとしよう。音楽スタート。いや、ないよ、音楽って。何の音楽なの？そんな急に出てきた島田の部分。え？島田の部分。ちょっとじゃあ、音なしで大丈夫なんで、ちょっと歌ってみてもらって。アカペラでね。誰かが呼んだか、島田のブンブン。今夜もちょいとご機嫌さ。知らねえんだよ、知らねえんだよ。その良さ分かってんだよ。じゃあ、若者が知っている歌、歌ってやるよ。できたらいいの、できたらいいの、あるあるほんはるけど、あんな自由に飛びたいな、穴へも。ありがとうございます。なんで応援だ。応援だ。歌うまいとかじゃなくて、そのドラえもんのこと、アナエモンって言っちゃったんで。え、アナエモンじゃねえんだ。まあ、歌えるんじゃない、ね、できなくはないな。みんなで一緒に覚えて。じゃあちょっとここに出たテーマを大元に、ちょっと今の曲を聴きながら曲作ってみましょう。OK。 はい、やっていきましょう。はい。ボビーの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた、まだまだ登録してないなら、これから5秒ぐらい上げるよ。5 4 3 2 1。モスモスの世界、炸裂満載なんだ。格闘技やバラエティーやコメディタッチありながらの、続きはボビーの YouTube チャンネルで、そのままお見逃しなく。ぽい、なんでなんかぽい。ボビーの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた。